ジュゼプ・マリアメ・ストレス・クワドレニは、スペイン・カタルーニャの作曲家。1929年、カタルーニャ地方のバルセロナ県マンレザに生まれる。バルセロナ大学で科学を学んでいたが、音楽に興味を示すようになる。レオノール・シェッグとローザ・マリア・クチャルスキーの下でピアノを学び、音楽理論を、クリストフォア・トールティブルで学ぶ。1968年に、 カタルーニャの現代音楽のためのグループを設立する。グループと共に活動を行い、カタルーニャにおける現代音楽の普及に努める。1974年に、電子音楽の研究所を設立する。1977年と1979年には、カタルーニャ作曲家協会の会長を務めた。また、ダルムシュタット書き現代音楽講習会にも参加している。 また教師としても活動している。スペインのテレビ局は、クアドレニの生活と仕事について1977年と1984年に2つのドキュメンタリー作品を制作している。クアドレニは、オペラやバレエ音楽、映画音楽、付随音楽などを多く作曲している。また、電子音楽に興味を示しており、テープ録音を使用した作品も多く作曲している。 この他ギター作品も多い。ありがとうございます。